心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日はご質問があった件に答える形、丸帯です。丸帯、どっちが手なの、どっちがタレなのというお話。それではいっちゃうよ。これどちらも丸帯です。花嫁さんに締めることが多いですが、中には成人式にもご立派な丸帯を持ってらっしゃる方、あるいは乙女袖でもご立派な丸帯を持ってくる方もいらっしゃいますよね。そんな時、どっちが手なの、タレなのなんて思っちゃうこともあるかもしれません。例えばこの丸帯はここに、これオランダ線っていう、言うんですかね、貝切り線っていうのはまたちょっと違うんでしょうけど、この線があるのでこっちがタレかなってこう思いますよね。で、実際には波の方向で方向があるので、お太鼓にするとしたらこういう風にお太鼓にならないと柄が正柄にならないということですよね。ただこれには、丸帯にはやっぱりちょっとルールがあって、輪が下、縫い目が上なんです。というのは、丸帯というのはこういう63センチとか64センチとかのこう折った広い生地を半分にする、だから表も裏も同じ柄なんです。なので真ん中は折ってあるだけなので、縫い目がないんです。縫い目がなくて折ってあって、上だけ縫い目があるんです。この縫い目がある方を体に巻く時の上にするのが普通のお約束です。そしてこの縫い目には着せがかかっている、これ和裁をやる方は分かってると思うんですけど、ちょっと表になる部分がこう出っ張ってるんです。で、少し控えてある方が内側になる、そんな風に私は教わってきました。なので手から巻こうとしたら、この帯の場合はこちらが輪なので、輪を折って体に巻きつけていく、そして着せがかかっているところをちょっと意識してあげて回していくということになります。でも帯結びによって柄がそのまま縦穴なので、などでね、こうして波が上になるように柄が出ればいいんですが、そうもしならないような帯結びになってしまうとちょっとややこしい。例えば手先をくぐらせて下ろそうと思ったら波が下がってきてしまうというようなことになったら、手を下から上に上げる帯結びにすれば問題はないのですが、そういった時には逆回しにする必要があるのかどうか。ただこういう線が入っていると、こちらをやはりタレとして使った方が帯結びもしやすくなると思います。こちらですが、こちらは手もタレもいわゆるオランダ線と言われるものがないので、そのままこの着せがかかっているのを少し意識してあげると、どっちがタレでもどっちが手でもいいようなものです。ただ私はなんとなくこの柄が真ん中にある方が表に来るようにして巻きつけていきたいように思うので、こちらが真ん中になるようにして
巻きつけていくのを意識することはあります。これだと手先が上から下に降りてきたとしても方向はありませんし、下から上に上がっていったとしても問題はありません。こういう帯であったならどちらが手でもタレでも実際はいいわけです。ただその着せがかかっているというのを少し意識するとおのずと自然に回すのが決まってくるように思われます。ただこの着せがかかっているなんですが、長いこといろいろ使っているとズレは生じます。アイロンをかけたりすることによっても変わってきます。なのでだんだん当てにならなくなることは実際確かです。新品のうちはこういう帯結びで手が下がってきたらダメだなとか、逆回しにしたらどうだろうなどと表も裏もなくお使いになることも構わないと思いますが、そのうちだんだん癖が出てくると規制がちゃんとはっきりしてきたり折れ目もついてくるかもしれませんね。そういうことによってこう結ばないとどうも勝手が悪いっていうのもできてくるかもしれません。ただ例えばもう決まりきっているコンクールなどで、先日あったコンクールでもまあ相生と決まっています。相生になるとその相生に例えば波の柄だったら波の柄が上を向いていないとおかしいですし、下がってきた亀甲の部分に鳳凰が下を向いていてはおかしいですから、鳳凰が上を向くようにするとか、そういうことを少し意識するとどっち側から巻いたらいいのかなというのは自然と決まってくるはずです。ただ今普通にお嫁さんに引き振りをお着せした時に、そればっかりでなく可愛らしい帯結びとかそういうことを意識してすると思いますので、あ、これだったらこっちが手になったら下から上に手を持ってきた方がいいかな、上から下なのかな、そう思って帯結びは考えてお作りになったらよろしいかと思います。昔のようにこうでなければいけません、これが花嫁さんですと決めていったら、どんどん着物離れは進んでいってしまうと思います。もっと自由に可愛らしく、そして花嫁さんがああお着物も着たいと思うような発想で、私たちは着物を着せるのが仕事だとしたら、着物の最後のデザインを私たちがしていくんです。私たちは最後の着物のデザイナー、最後の帯のデザイナーです。どんなに素晴らしい人間国宝の方がお作りになった、織ってくださった帯だとしても、丸帯だとしても、誰かがお嬢様のお背中に結んで差し上げなければ、その帯の役目は終わりません。帯は誰かのお背中を美しく飾りたい、そう思っておられてきたはずです。なのに美術館に飾られているだけではもったいないですね。なので私たちは最後の帯のデザイナーです。ぜひぜひそれも考えて、丸帯、さあどっちが手どっちがタレって考えてみましょう。絶対こうでなくっちゃなりませんというのは必ずしも必要ではないかもしれませんね。そんな風にこれからもお着物がどんどん発展していくといいと思います。ただし合わせは逆にしちゃうと華やかなのが上前に来ないから、それは絶対ダメなことかもしれません。絶対ダメなことってどんなこと？だんだん緩くなってきてるけど、最後に守りたいことはいくつかあるはずです。お嫁さんが幸せに楽しくその日を、結婚式のその日を過ごせるように、私たちはお手伝いする係です。どうですか？そんな風に考えてみて、帯も研究してみてください。こんなお話つらつらとしました。ぜひお手持ちの丸帯について研究してみて、私にも教えてください。今日はこんな丸帯のお話でした。こんな風に質問くださいね。お待ちしています。ではみんな元気注入して、秋のこれからのシーズン忙しくなるけど頑張って、元気注入でバイバーイ。ご視聴ありがとうございました。インスタグラムオンラインサロンではポイントごとにもっと詳しく解説、
個人ズームレッスンなどでスキルアップ。直接会って学べる本気の着付け教室では、初心者さんも一から学べるコースをご用意。詳しくは概要欄をご覧ください。